古山頂上は、中華人民共和国領名所を担当し、関連満足自治県古山鎮パラ山村に位置する遺構で、万里の頂上の東端とされるが、異論もある。朝鮮民主主義人民共和国を見ることができ、修復の上有料の観光地化されている。頂上の頂上を望む遺構のある山は、遠くから見ると虎が座っているように見えるため、古山と称され、 またいこから出土するレンガが周辺住民の建築にも使われたことから石山とも称された。担当市街より2 0トル、王力港に沿って北上してその支流の真名川を渡ったところにある。王力港を隔てて北朝鮮領の中州が広がる。以降下に王力豪の川幅がわずか数メートルの場所があって、一歩、またけばその中州に上陸できるといった意味で、一歩こと。 呼ぶ展望台も設置されている。現在、頂上以降を散策できるように整備されている。入り口からしばらくは緩やかな傾斜であるが、途中より稜線に沿った急勾配となり、最高地点である標高146.3メートルまで達する。その先を中原まで降りたところで、頂上は途切れ、その後は険しい遊歩道となり、途中に吊り橋がある。 民の成活5年に勢力を強めたアトキンと、海上からの外敵の侵入を防ぐ目的で作られ、民間付きにアトキンの勢力下になって発揮された、とされる。1989年、空から、遼寧省の頂上を調査して、民書の通りに、古山から始まり西へ、武順、新洋、両洋、安山、金州を経て、河北省との境界の山海間頂上まで、 つながっていることが想定された。古山の600数メートルの頂上の遺跡が発掘され、1990年に、ラ・キラブンなどの万里の頂上の専門家らによる実地調査で、明の時代の頂上の登端の起点と認定された。それまで、万里の頂上の登端は山海岸とされていたが、この認定により、万里の頂上は千数キロメートル延長されることとなった。 1992年に380万元を投資して600数メートルの古山頂上を修復の名目で建造した。さらに2000年には2230万円が投資され1 0 0数メートルの頂上の死体も修復の名目で建造された。一方、古山より東側に北朝鮮の平壌に伸びるツバメの時代の頂上の遺構があり、古山頂上も 民の時代の建造物ではなくツバメの時代の頂上と見る説もある。ありがとうございます。